あれ、オーレン起きてたの？おう、なんだ、カナタか。どうしたの？一人で星空を眺めてたみたいだけど。ちょっとな、思い出してたんだよ、昔のこと。ニーナと初めて会ったのもこんな星の綺麗な夜だったなって。ニーナさんとの出会いか。どんなだったか聞いてもいい？ありゃ、カナタ君もそういうのが気になっちゃうお年頃か。まあいいぜ、減るもんじゃないしな。あれは確か王宮で催された親睦会の夜だったな。王だった親父がどこぞの偉いやつと食事する会だ。当然子供には退屈でよ、こっそり抜け出したのさ。それであてもなく町をさまよってた、その時に出会ったんだ、夜の街でひっそり泣いているニーナに。泣いていたの？どうして？当時まだ子供で身寄りのなかったニーナは森で採れた木の実や薬草なんかを売って生活してたんだ。だがあんまり売り上げが良くない日も多かったらしくてよ、その日も空腹のせいで眠れずに泣いていたらしい。泣き顔もよ、可愛かったんだ。でもやっぱり笑ってる顔が見たくなるもんじゃねえか。だから俺、それからは何日かに一度城を抜け出してよ、ニーナに食べ物を分けてやってたんだ。本当は金をあげようとしたんだが、それだけは頑なに受け取らなくてな。まったく、その時から妙に意固地なとこあったんだよな。そんなことがあったんだ。人に歴史ありってな。あんまりこういうこと話す柄じゃねえんだが。でも聞けてよかったよ、オーレンってちゃんといいところもあったんだね。いやいや、言い方にトゲがあるな。ニーナさんはきっとオーレンに会えて幸せだった、それだけは確かなんじゃないかな。根拠のない綺麗事言ってくれるね。でもまあ、ありがとよ。ちとしんみりしてたとこだったから気分転換になったぜ。どういたしまして。